スソル TV。 ゼレゼレどうもスソルです。毎日ラーメン健康生活、リスナーと一緒にスソロー週間ということで、この動画がね配信される日はおそらくオフ会の当日だと思うんですけども、オフ会の方もね盛り上がってたらいいなってことで、早速ね今日一緒にすすっていただくリスナーの方こちらです。どうもイーパマです。はい、イーパマさんありがとうございます。今日めっちゃ楽しみにしてきたんですよ。本当ですか？めっちゃ会いたかったです。そんな言われちゃったら嬉しいですけど。というわけでね、本日イーパマさんが紹介してくれたお店こちらです。ドン、東武東上線四季駅から徒歩8分ぐらいのところにある麺屋上田さんにお邪魔します。こちらはね結構メディアテレビとかにもねよく出てたりしてて、かなり有名なお店なんですけど、結構イーパマさんはこちら上田さんよく来られるんですか？結構学校帰りとか友達とかと食べに来たりします。学校帰りによるラーメン屋いいですね。というわけでね、お腹も空かせて埼玉まで来たので早速行っちゃいますか。はい、レッツゴー。さあ、麺屋上田さん、食券制です。すすらはこちらの名物。焦がし特納にトッピング券2枚と味玉チャーシューをつけましょう。イーパマさんと歓談していると、厨房では豪快にバーナーが火を吹いている。これが名物の焦がしです。楽しみになってきた。興奮しながら待っていると。来ました。こちらが麺屋上田さんの焦がし特の味玉チャーシュートッピング。ドデカベーコンにキャベツといった焦がしに合いそうな具材が特納で、炙りの膜が張ったスープとどう絡んでいくのか楽しみですな。それでは一緒にいただきます。まずはそんなスープから。およ、こりゃ特納だ。香ばしさがふわっと香り、魚介の濃厚さが口いっぱいに広がる。こりゃ好きかも。さあ、メンマやキャベツたちも程よい香ばしさで食欲増進。スープと一緒に食べ進めたらうまさ倍増でどんどん食らっていくと、ここでダブルチャーシュータイム。2人ならではのタイムで一緒に食らう。はいはい、これはまた濃厚な脂たまらんです。イーパマスマイルからの、あ、すするスマイル、こりゃダブルで出ちゃうのもわかります。それではお待ちかねの麺です。スープは特納、とにかく絡みます。香りからうまそう。はい、もうすする。おいおい、うまいじゃないの。粘度高めの動物魚介系スープはこの太さの麺にベストマッチ。もう付き合っちゃうよと進めたくなる相性です。さあ、ここでひときわ目を引くこのベーコンをロックオン。もう逃がさないと食らってみる。焦がしの意味、レベルの高さを再認識。こりゃもう言わせてください。ベーコン。じゃあそのまま麺吸って、はい、海苔と一緒に吸って、ベーコン戻ってまた吸ってる。ずっしり濃厚でガツンとうまい。もう惚れてまいそうです。さあ、締めの味玉はどんな感じと食らってみると、うん、半熟で味もしっかりしてます。この特濃感を崩さない見事な卵。スープもしっかり味わって、大満足で完食です。本日も大変すれました。濃すぎるくらいの濃厚スープをしっかり締める焦がし、それにぴったりハマる具材と麺、お見事でした。あ、では一緒に、おやすみ。はい、ごちそうさまでした。麺屋上田さんに行ってきたんですけれども、このね、ただでさえ濃厚なね魚介豚骨ラーメンをね焦がすことによって、こう苦味のねアクセントがまた効いて、それが結構たまらなかったっすね。いや、イーパマさんどうでした？上田さんは。いや、まあ結構久々に行ったんですけど。あ、久しぶりだったんですか？はい、おいはいはい。結構あの具材一つ一つも結構しっかりボリュームがあって、うんうん、味も自分好み。あ、好みでした。はい、めっちゃ美味しかったですね。美味しかったっすか？いや、美味しかったっすね。それではするの公式キャッチフレーズ、麺屋上田さん、火炎放射の効果は抜群や。はい、ということでね、イーパマさんからもなんと嬉しいことにプレゼントいただけるということで、ありがとうございます。ありがとうございました。すごい、何の袋だ。お、前夜さんのラーメン、はい、わ、ありがとうございます。今日ここ行けなかったラーメン屋なんですね。はい、ということでね、すするの歌のコーナー行きたいと思います。You're forever 瞳を閉じて君を描くよ、それだけでいい。すげえ、めっちゃうまいじゃん、うつね。というわけでね、恒例のいっちゃいますか。乾杯。はい、うまいっすよね。うまいっすね。